ラジオ DJ であり、ナレーターとしても知られるサ者が自身の旧ツイッターアカウント X で自身が実況を務める動画配信サイト、ダゾーンの F1 中継において角田宏氏史史に対する過度な称賛に対,に対する批判に対処する形で反論しました角田を過度に褒めているとの指摘に対しサ者は SNS 上で「 それはオリンピック 100M 決勝の8位を襲いと言っているようなものだと思います。しかも車体の違いもあります。私はドライバー全員の努力をリスペクトしてますので、自分にできないことをむやみに批判はしません、と説明しました。彼はさらに、すべての情報があるわけでもないですし、個人的には可能な限り応援していきたいです。 と述べ、一部の視聴者からの非難に理解を求めました。角田は、日本時間19日に開催された F1 第22戦ラスベダス GP、冷酷で、一時は入賞圏内を走行しながらもペースが上がらず交代。最終的にはマシントラブルに見舞われてストップし、ゴールにたどり着くことができませんでした。このレース結果に対して サ者は X 上で情報も少ない中でどのように批判するのでしょうかましてや実況は批判する立場にないですもちろん人間的に間違ってることがあれば言いますが「今日のどこを私が批判すべきだったか逆に教えていただけますか?」と投稿しましたまたサ者は X 上でそもそも実況と解説を勘違いしてそう 運転に批判する実況は基本的に世界どこにもいないはず競技やってたわけではないので出過ぎた真似はできないです。言いたいことは言わせていただいてますが W 以上ここだけの感想です」と述べ実況と解説の違いについても触れましたサ者はスポーツテレビ局 J スポーツ J スポーツの世界耐久選手権 スーパーパ GT の中継でも実況を担当しており日本テレビ系の情報番組「ズームイン、サタデー」でも2022年3月まで3年間にわたってサブ司会を務めていましたサ者の反論は彼が実況としての立場においてドライバー全員に対するリスペクトを持ち 一部の視聴者からの非難に対して冷静かつ理性的な説明を行ったことを示しています彼の経歴としての知名度も記事に盛り込まれ読者にとって魅力的で興味深い記事となっています